日本電産産業株式会社は日本電産株式会社の子会社で電子部品システム機器を製造。現在の事業内容は家電充設機器情報周辺機器産業用機器その他かつてはオルゴールのムーブメント製造が看板事業で一時は世界のオルゴールムーブメントシェア80%を誇った。しかし現在は本体としては同事業からは撤退し 子会社の日本電産産協オルゴール株式会社で取り扱っている。オルゴールと並ぶ民生用製品として8ミリフィルムカメラ及び A 社機を産協ブランドで1957から1981年に製造販売した。オルゴールの加工技術から小型モーター、磁気ヘッド、光ピックアップ、カードリーダー等へ展開、数々のトップシェア製品を持つ。 2003年に業績不振から日本電産株式会社参加入りを発表し、2012年に同社の完全子会社となる。ABCDEF 日本電産産業株式会社第97期決算広告子会社の解散に関するお知らせアーカイブド2012年1月10日。 アットザウェイバックマシン、日本電産産協2011年6月29日、連結子会社の吸収合併に関する、お知らせ、日本電産産協2012年1月24日、日本電産株式会社による、日本電産産協株式会社の完全公会社化に、関する株式交換契約締結に関する、お知らせ、日本電産産協2012年4月24日、 連結市会社の九州合併効力発生日の変更に関するお知らせ日本電産産協2012年8月13日日本電産株式会社との株式交換に伴う当社株式のお取り扱いについて日本電産産協2012年10月1日営業時間9時17時30分高級オルゴール産協オルフェウスの市長や コンシェルジュによるオルゴールの歴史のガイド。オリジナルオルゴール組み立て体験ができる。ホームページからネット割引券が入手できる。また、スワノネと北沢美術館共通割引入館券も各館より購入できる。スワノネ利用者に電動自転車のレンタサイクルのサービスがある。ありがとうございます。